お風呂に入るぞ。あー、シャワー気持ちいい。ふぅ、上がった上がった。へへへ、ここをこうして完成だ。さて、お風呂入るわよ。お、来た来た。シャワーを出して、ち、いやー、どうやってるのよ。いたずら大成功だぜ。今日はテストを返します。ここへ。まずはタクロ君、入ったぞ。僕はやってです。すごい、タクロ君、いつもお勉強して偉いわね。私は80点。ちぇ、また0点だ。タイガ君、しっかり見直してね。け、見直しなんてするもんか。ヒヒヒー、へへへー。おじゃあ、僕のテスト。あ、でもゲンガー可愛いですね。おー、納得しない。クロックのテストでしょ、返しなさい。いい先生、タイガ君は自分のテストを見直すの。へ、自分のテストなんていらないもんね。へい、ほーい、捨てちゃった。うわ、逃げろ。ほら、待ちなさい。ほら、待ちなさい。嫌だもんね。タイガ君は悪い子ですね。晩ご飯できたわよ。いただきます。野菜は苦手だけど、野菜なんて食べたくないもんね。ダメよ、大きくなれないわよ。もう十分大きいもんね。だからって栄養取れないじゃないの。うるさいおばさんだな。誰がおばさんですって。一緒に頑張って食べようよ。え、ぬおちゃん食べてくれよ。ぬおちゃんが困ってるよ。だって俺食べたくないんだもん。ほら、うわ、あ、こぼしちゃった。お、俺悪くないし。タイガ君、後ろ。お、何やってるの。うわ、まったくお行儀の悪い。だって大学君はお夕飯抜きよ。そんな、お掃除も捨てちゃない。作ってもらったものはしっかり食べないとね。はいの、おやすみ。おやすみ。君だけ怒られなくてずるいぜ。驚かしてやる。はいのもやりたい。なんだ、寝言か。すやすや。今度こそ。はい、もゲームやる。いや、寝言がでかすぎる。ちくしょう、出直すぜ。さっき、タイガくんがいたような。気のせいか。すや、お兄ちゃんも返する。驚かせる何かいい方法ないかな。いいこと思いついたぜ。今日は寝るときにこれをつけるんだ。ポケピースのペリケンライトもパッチャマ。わあ、プニプニしててかわいい。このライトをつければ暗くても怖くないよ。そうだね。先を越された。でも人もしはゴーストタイプだからな。頼んだぜ、ひともし。あれ、ひともしだ。こんな時間に来るなんて。あー、光っていて綺麗だね。ひともしの図鑑説明は確か、明かりを灯して道案内するように見せながら生命力を吸い取っている。へへ、その調子。あー、かわいいね。カード、危ない。
星、どこから来たの？こっち？誰もいない。くぅ、この作戦も失敗だ。はぁ、今日は学校サボってやるぞ。こらぁ！で、おばさん？誰がおばさんですって？学校行きなさい！何かいい方法は？おぉ！おばさん、俺熱があるかも。お熱？じゃあ測ってみなさい。ええ、おじゃー！おばさん見て。どうせないわ。40？ 学校休んでもいいだろう。そうね。ママ待って。ゴキミ？ハーノ？ハーノたちは見ていたのです。タイガくんが摩擦熱で温度を上げていたことを。摩擦すると温度が上がるんだよ。私は何回やっても抵抗しなかったのに。って、あんたもやってたの？大学院ずるいな。なんで言うんだよ。悪い子、一緒に学校に行くんだよ。学校サボりたい作戦も失敗だ。ここはこうして。ニル先生の授業は分かりやすいですね。優しいもんね。退屈だな。へえ、持ってきたお菓子食べちゃおう。タイガくん、授業中にお菓子食べちゃいけないんだ。トキミにもちょっとやるよ。トキミくん、騙されてはいけませんよ。え、どうしたのかな。はぁ、トキミちゃん、その手に持ってるのはお菓子？あの、これはタイガくんが。タイガくん食べてません。いや、思いっきり食べとる。キミちゃん、お菓子は持ってきちゃダメよ。私のじゃなくて。キミちゃん、後で職員室まで来なさい。そんな。トキミくんのでありませんよ。タクロウくん。タイガくんが持ってきていたんです。僕は見ていたのです。あら、そうなの？タイガくん。どうやら本当みたいね。キミちゃん、疑ってごめんね。はい。タイガくんは職員室。ちぇー、バレちまった。でも食べる。でも、懲りないんだから。よしよ。タクロウくん、ありがとう。僕が一番優しいですからね。私が怒られるところだったよ。みんな悪い子になってはダメですよ。ポケルン相性じゃんけん。私たちと勝負だ。好きなポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。クワッスだったのでニャオホを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。コメントも待ってるよ。おすすめ動画もチェックしてね。